はい、皆さんこんにちは、榊篤史でございます。昨日ねあれを見てたんですよ。なんていうかな、なんたら球児、下克上球児と見てたんですね。昨日日曜でしょ。で、鈴木亮平さんがですね、あの人はいい役者ですね、ほんまに。見事なですね、演技を見せていましたけど、昨日はですね、ちょうどその、鈴木亮平さん、南雲先生がですね、教員免許がないのがバレてですね、小泉孝太郎の校長と一緒にですね、警察へ出頭する場面で終わったんですけど、教員免許がないのにですね、教師になるとですね、書類を偽造したという罪になるんですね。で、本来ならですね、その給料を詐取したということで、まあ、詐欺に相当するんでしょうけども、立件されている例を見るとですね、そこまでは起訴されていませんね。まあ、義務書、公文書偽造、有印義務書偽造同行使みたいな、そういう罪ですね。で、多分大体ですね、よほどのことがない限りはですね、執行猶予がつくんだと思いますけども、どうでしょうね、その、教員免許をね、大学を卒業したかったから、この方は取れなかったという設定らしいんですよ。ただ、モデルになったね、三重県の先生はですね、ちゃんと取ってるんですよ。ただ、だったかな、教員採用試験に4回落ちたという、あれで5回目良かったとかですね。まあ、ちょっとだけお勉強では苦労なさってる方がモデルらしいですね。それで、まあ、いいんですけど、そんなのは、このね、いろんな国家資格ありますけどね、教員免許というのはなんか変ですね、あれ。大学を出てれば一応ですね、取れるようにはなってるんですけど、教職課程というですね、単位を余計にいっぱい取らなあかん。私も実はですね、3回生の時までは取っていたんですよ。まあ、順調に取っていってですね、教育実習4回生の時行くんでしょ、行くはずやったんですけどもですね、まず教育実習お願いしますってあれ1年ぐらい前に出すんですね、母校に。私の場合出身高校に出したら拒否られましてですお前だけは来んなって言われたんです。で、まあ、出身中学に行ってたんですけど、まあ、それはまあいいんですけど、結局ね、心理学かなんかの単位が取れるはずが取れなくってですね、教育実習行けなくなりました。で、結局教員免許を取れずじまいなんですけど、別に教員になるつもりはなかったんでね、教員らしきことをですね、まあ、やってますよ。最近早稲田大学エクステンションセンターというところですね、大学の市民講座でもう6、7年、やってますね。この前もですね、10月行ってきました。早稲田大学エクステンションセンター、言いにくいな、ほんまに。もなんかね、僕が言ってるね、八丁堀子なくなるんですって。ただし僕も来年から雇い止めになってるかもしれん来年春の講座やってくださいってね、オーダーが来えへんやん、あかんやんと。まあ別にいいんですけどね、そんなの。なんか物を教えるってたらそれぐらいですね。あと講演とかはね、まあ似たようなもんですけど、まあどうでもいいんですけど、そんなのは。知り合いでね、こうラグビーの視聴者になりたいからって一生懸命ですね、40代でですね、通信教育受けてたんですけど、その大学がたまたまですね、教員免許取るんじゃなくて難しい大学で、最近その人諦めましたけどね、まあ、卒業証書をもらいましたけど、そんなんね、教員免許もね、そうやって取るやり方も残しておいていいと思いますけど、一発ペーパー試験でもええんちゃうのと。私は思いますけどね、医師国家試験みたいにしたらええんちゃうのと。要は4年生大学卒業、また卒業見込みであれば受験資格があってですね、それに合格してればですね、総免許をもらえるということにしといたらええんちゃうのと。で、教育実習はね、それ各自やったらええやんと、合格してからやったらええやんということにしたらええんちゃうのと。なんでそういうね、シンプルな制度にしないんでしょうね。ややこしい単位をいっぱい取るとか、単位を取るのが必要であれば、単位分の全部ペーパー試験にしたらいいんですよ。少々難しくなるかもわかりませんけども、まあまあ、だから試験合格組とね、単位組を分けたらええよ。その一発試験制度がなんでないのかね、不思議でしゃあないんですけどね。いやー、不思議な制度です。で、
まあそれでこの南雲先生はですねがあの教職を失うんですけど、これどうするんでしょうねこの後ドラマの展開はまだそんなどうでもいいんですけど、あの、おかしいですよ教員資格というあの制度は、で言うてみりゃね、もうね学校でね生徒を座らせてねこう先生がものを教えるというあのスタイル、もうあと何年10年もせんうちに消えていくんちゃうかと思うんですよね。日本のあのねあの座学的なですね授業っていうんであればね、あのほぼビデオで代用できるんですよ、だからあんなクソ下手くそな先生ばっかりですからね、あの日本の学校公教育の先生ってみんなど下手、ものすごい下手ですよあのまあ、自分の時はいい先生もいましたけども、あの自分のですね子供の参観日とか言って見てみると、うわクソ下手クソやんって、しかも言うてること間違ってたりしますからね、うわやっぱりレベル低すぎという感じになって、あんなんやったら全然ビデオでいいんですよ。だから小学校4年生以上のですね勉強は全部ビデオでいいんちゃうかなという気がしますね。ねえ、それであの南雲先生がね言ってるようなああいう高校いらんあの人たち3年間行ってね、高校卒業しましたというあれをもらうだけでしょ。あったらそんなあんなとこで遊んでるより働けよお前だと思うんですけどあのね高校のね、科目をですね、なんていうの習得するにはですね、なんていうの IQ でいきゃですね、120ぐらいいるらしいんですよ。大半の人はだから全部習得できないんですよ。だってね考えてみたらね、あの中学校の英語とね高校の英語ね、全部習得してですね理解しましたって、試験取ったらハイスコア出しますって言ったら絶対英語喋れるはずなんですよでも日本人の大半喋れへんあ、なんか変なんですよ。だから日本のああいう教育っていうのは、だから英語の授業なんてねみんな YouTube したいねそしたらみんな喋れるようになりますよ。それでちゃんと試験もやってね、ネットで。だから学校というもの自体がですね、もう大きく変わろうとしてるわけです。で、あの教師という職業は今の半分も、だからビデオ授業に切り替えたら今の半分もいらんと思うんですよね。5分の1ぐらいでいいんちゃいますかね。で、そもそも登校する必要ないやんと思うんですよ。学校制度は大きく変わると思いますよ。このネットの普及によってですね。みんなだから勉強は PC の前でやるという。で試験も PC で受けるという、そういうふうにしたら、もう全然学校必要ないですよ。そうすると、教師という職業も必要ないからですね、あんな5対3の教員免許なんていうのもいらんようになってですね、まあまあですね、南雲先生みたいなのもですね、現れなくなるって、もうそこは若干残念ですけどね。まあ、ただ、この今までのですね、日本の教員免許の、あの制度というのはですね、あまりにもいびつであったと思うんです。なんであんな変な制度にするんでしょうね。で、どこで教えるのでもね、学歴が必要か、小学校で教えるのに学歴必要かっていう、いや大学卒が必要かって、大学卒、短大卒ですか、あれは。いや、高校、中学で教えるのに大学卒が必要かと、その1科目に秀でていれば、それで OK ちゃうのと、僕は思いますけどね。基本的なコミュニケーション能力があってって、だから学校の先生よりものを上手に教えられる人なんて山ほどいると思いますよ。むしろ学校の先生の方が下手くそなんちゃうかなという気がしますけどね。平均するとですね、学校の先生、一般社会人の方がですね、なぜかというと、例えば一般社会人の方がコミュ力磨かれるんですよ。学校の先生は一方通行で喋ってるだけでしょ。下手くそな授業をしててもですね、定年まではちゃんと給料もらえるわけですよだからですね、下手くそな授業が上手になるということはありえないんですよ。でも一般社会で例えば営業マンがコミュ力なければ成績上がらへんからですね、会社クビになるわけでしょ。だから鍛えるんですよ、自分で磨くんですよ。それでコミュ力ができてくるわけですよ。もうだからですね、全然あれですよ、一般人の方はですね、コミュ力は優れていると思いますよ。社会人10年やった人と比べてみたらですね、まあ、だから今のね、この教員制度変です、はっきり言うて。まあ少なくともですね、お医者さん方式にすべきですね。
お医者さん方式にしてですね、まあ、今の制度も残していいですけど、お医者さん方式にすると本当 のアホな人がですね教員免許取れなくなりますから、まあ、そういう人もですね一応道を開いといてですね、で本当に優秀な人はピッピッピッと試験だけ受かって免許を手にすると。まあ、最も今あの職業ですね、超不人気ですけどね、でますますですね、優秀な人が行かなくなるんですよ。でますます教育現場が荒れるわけですよ。でますますその子どもたちという被害者が増えるわけですね。まあまあいいですけど、はい、特に貼るページはございません。皆さんどうもありがとうございました。